なってんのもしかして。あ、はじめましてなった。あ、ほんとだ、ほんとみんな早く見なきゃ。川内さんの下の道路までもう上がった。道路まで上がった。夢じゃないよね。ロープ2人に行ってこれみんな、坂口さんの下の道路あっちは、下の道路あっちは全部上がってる。ちょっと何これ。人がね、もう逃げ切れねえような人がいるあれやつに。ちょっと。それもでっかい船がみんなね、あの道路たちね、打ち上げられてる。あれ、車を流されてる。フェリー。大島のフェリーね、人が乗ってるんだね。すごい。この家、これ、坂口さんのすぐ下の道路がもう、これ、この下の道流されてる。これ、獅子折りもあれだよね。これ、姉ちゃん、なんか泳いでたうち。ほんとだ。泳いでた。ここがこの時岸壁です。これ大丈夫なのかな。ここもだんだん不安になってきたよね。金山の方さ行ったんじゃいいよ。これ1回目だからな。うん、地震よりすごい。あー、また地震来た。あー、地震だ。もうここも打ったらちょっと危ないよね。これもちょっと危ないような感じだよ。そこの後ろ行けんのかな。行けんの。これも自分の近くまで上がってきたらもう打って、すごい、はい、打って上にはもう一応行けるんですよ。だからもう終わりだね。あの、ドラゴンの上から来てるから。おんちゃん大丈夫かな。これ田中もみんなだ。あれ、すごいの来た。おんちゃんずっと家とかにいてさ。船走ってるよ、だれ。あれ。油流れてる、油。ほんとだ。油タンクの油流れてる。これ下の家に流れてる。これ下の家流れてる。家の家は屈指の家流せるんですか。もこれうちの店だってあれだねの。ああもう怖いだよ。ああ、これ上がった方がいいね。あ、どう、あんまりこう離れねえようにさ、やっぱ気になったら。
まだに、あ、引っ張られてるだけか。なんなんだこれは。なんなんだこれ。なんなんだろう。本当に。こいつは。初めてだ。騒ぎんで何だ。この時間壁が終わりだ。終わりだじゃねえよ。路線全部終わりだ。地理地震どこじゃね。これ獅子折り、おんちゃん大丈夫かな、本当に。家でずっといてからこんなになと思わねえで、獅子折りまで多分もう登ったべ、これ。渦巻いてるよ。こんな渦巻いた。それもう魚町のどこ食べ物ダメだな。魚町のどこだ、出てない。